はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はデビルメイクライ初代をプレイしていきたいと思います。なぜミッション19からなのかと言いますとですね、実はミッション1からミッション18のノーマルモードを2年ほど前にプレイしておりまして、でプライベートでその後続けてノーマルモードクリアしちゃったんで、ハードモードやらなきゃいけないという状態になりまして、でハードモードで詰まっていたんですよ。で2年越しにハードモードを全クリしまして、そしたらですね、レジェンダリーダークナイトモードという、隠し要素をプレイすることができるようになったので、そこからですね、そのレジェンダリーダークナイトモードでノーマルモードをミッション18までクリアして、今現在ミッション19という状態になっています。僕がめちゃくちゃ精神的に病んでいて、超絶テンションが低い時に以前やってたんですけど、今回ね、2年越しに、こうやってミッション19をプレイしていくよという形になっております。ぜひご閲覧の方をよろしくお願いいたします。じゃあやっていきましょう。ミッション19、異形の世界へですね。はい、姿がね、もうダンテじゃなくてレジェンダリーダークナイト、伝説の魔剣士となっています。武器がね、この日本刀のヤマトになっているんですが、これはね、性能的にはアラストルと変わらないそうです。ただ、体感ね、リーチが短い感じがするのと、威力が低いような感じがするんですよね。ただね、このヤマト、すごいお気に入りなんで、ずっとこのヤマトで戦い続けて、ここまで来たんですけど、僕、前作、デビルメイクライやってるんですけど、一番ハードモードきつかった。基本的にね、DMC デビルメイクライっていうやつ以外は、もうダンテマストダイも全クリしてるんですけど、初代のデビルメイクライはマストダイ無理かもしれないね。よし、魔界に入るという形になっていますね。ノーバディと戦う前にですね、ブルーオーブの回収をしておきたいね。1はね、完全にカメラ固定なので、そこも大変なんだよね。よいしょ。あれ、今なんかもう一個見えた気がするんだけど、気のせいかな。ごめん、ちょっともう一回見さして。あれ、回収し忘れてたかもしれないやつがあるように見えたんだけど、気のせいかな。気のせいか、ここにあったように一瞬見えたんですが、乗れねえし。まあいいか、ちょっと動画なんであんまりグダグダするのも良くないよね。5でも散々戦ったノーバディですが、こいつはインフェルノを使って倒したいんで、よいしょ。お、まだ生きてたか。で、1のノーバディはね、こうやって肉片散らかすんで、これ怖いっすよね。ちょっとさっきまで5で遊んでたんで、間違えてね、右スティックを動かして、カメラワークいじっちゃいそうになるんだけど、1ではカメラ動かせないんでね。よいしょ。そういうところも、不便さがある中で、それが絶妙に楽しませてくれるみたいな
ところがワンなんじゃないかな。すごいね、やっぱね、強すぎて理不尽だろう、ムカつくぜって思ったけど、楽しかったね、やっててね。まあ楽しかったんだけど、今やってんだけどさ、ハードモードでね、クリアした時にね。んで、これ、戻ってきたけど、どうすればいいんだ？賢者の石ゲットして、こっちに引き上げていけばいいんだよね、確か。これね、無理。これ、絶対落ちる。で、猿合奏が来るんで、戦っていきますね。で、このね、レジェンダリーダークナイト、今ね、見えないけど、見えないとか流れてないけど、曲もちゃんとこいつ用の BGM になったりとかね、演出が細かいんですよね。あと、ヤマトを装備してるときは、魔人化するとですね、武器が魔剣スパーダに変わるっていう利点もあったりとかして、面白かったりしますね。あとね、歩いてるときのこのシルエットがね、スパーダの姿なんですよね、悪魔の。来たか、魔界に。おいし、終わりましたね。ランキングボーナスがね、A からぐんと上がるんですよ。オーブが1000個ももらえるんで、結構でかいですよね。で、ハードモードをね、またプライベートでやっていこうかなって考えてるんで、ちょっとこまめにセーブして、イエローオーブをなるべく使わないようにやっています、今。ではね、今回はミッション19をね、プレイしてみました。引き続きミッション20もやっていこうと思うので、次回もお楽しみによろしくお願いします。2年ぶりにデビルメイクライ初代プレイしてみました。バイバイ。